重要なこと思い出したんだ。コロナ疎開なんて、要するにね、あなた知ってるだけ、13世紀から14世紀にほらペストものすごく流行ったでしょ、ヨーロッパで、ほんでもうほとんどの人が死んじゃった。 60% ぐらい死んだんだね、ヨーロッパのものすごい、もう2人に1人死んだんだから、まあ、3人に2人ってもいいぐらい死んだ。ところがポーランドと、リトアニア、はい、ポーランドとリトアニアは感染者出なくて、今須田さんで言ったこと思い出したけど、そこにどんどん移住したわけです。なんで感染しなかったか、ウイスキーをなんだ、付近にしませて、テーブルを拭く習慣があったんですよ。それだったんです。つまりね、衛生環境が良かったわけですね、でポーランドはかからなかった。他の人はヒステリーになって、これユダヤ人じゃないかって、ユダヤ人が井戸に毒撒いたんじゃないかってユダヤ人を殺したわけですよ。特に南ドイツそうでしたね。だからこういうことが起こった時に、先入観とかそういうんじゃなくて、本当によく事実を見るってことが人の命を救うんですね。ですから僕はクラスターの人がね、もうクラスターの人予算取りたいからあんなことやってるけど、もうそれはね、私たちもちょっと感染防止に失敗したと、この際もう別に店を自粛するっていうことをどういうふうに考えたらいいか分かりませんと、はい、これクラスターの人言わなきゃいけないのは、政治家はそれ言うの難しいですよ、それは全体を考えて言わなきゃね。だけど学者っていうのはある部分でいいんですよ、はい、ですからクラスターと思ってやったけどどうも間違ってたようだと言って構わないと思うんですね、はあ、僕は、はあ、そうしないとね、感染止められませんよ。それからまあこのいい県がね、まあ補助金もうんと出して、ね、今はもうどうしてもしょうがないから悪い県に、悪い都道府県に補助金出さざるを得ないけどね、かわいそうな人が出てくるから、本当この前ね、僕個別に聞いてかわいそうだと思ったのがね、シングルマザーで子供が学校なくなっちゃって帰ってきて家に、だから子供の食事作んなきゃいけないし、 おやつもいるし、お土産、おもちゃもいるじゃないですか、でお母さんの方アルバイト切られちゃって、どうすんだと。八方塞がりですよね。そうだからね、クラスターの学者もよく考えて、もう少し正直にね、ここは失敗したかもしれないとか、そのくらい言わなきゃ学者じゃないね。学者っていうのはね、もう反省するのはしょうがないんですよ、これはもう僕思うんだけど、すいませんでしたと。はい、うん、はい、なんだ、その場当たり的なっておっしゃられましたけど、その次のこのこちらいきます、一律このニュースに順通りで言ってると、お話の中でいきますか。僕はあれ行きたいの、いいですよろしいですか、はい、よろしいですか、じゃあ、はい、陰性の人からコロナ感染、こちら、あ、はい、わかりました、ではこちらの方にね、参りましょう、陰性5分、いいはい、2分、いや、そうだ、時間予告されなくても結構、約束守れないんだよ、はい、陰性そんなにしょっぽりされることないじゃないですか、陰性の人からコロナ感染か、大分県の男性というね、これはね、2行ぐらいでいいですよ、2行、はい、2行でいいです、あ、そうですか、はい、分かりました、はい、西日本新聞の記事を一部割愛してお伝えします。大分県は3日、別府市の会社員40代男性の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表しました。2行だけだとこの辺ですけど、それでいいです、いいですか、はい、ね、コロナウイルスの報道には独特の癖があって、はい、皆さんね、はい、インフルエンザ、発症してない人からうつると思いますか、うつらないと思いますか、コロナじゃなくて。